宮古市でごわす。西田でゴンス。何ちょっともっとクイックにこれクイックにゴンスぐらいだったら悩まないでゴンショーよくわかんないけど、なんかいくつか質問を持って西田君が大阪から来てくれましたので、はい、2つ目の質問は、はい、次の質問、スケーリングの幅を広げたいなと。スケーリングの幅を広げたい、はい、どういうことですか。じゃあ、0点から2万点ぐらいにこう広げて、そういう広げ方ではなく、そういう広げ方もあるかもなんですけど、はいはい、いろんな場面でもっと使えるようになりたいなと思って。使って使ってる便利です。でゴンスじゃない、はい、使ってるんでゴンスで、一般的な形で言うと、例えば何点ですかって聞いて、3点でも8点でもできてるとこは何ですか、で、そうですね、10点だとどうですか、同じのね、はい、うん、で1点プラス1なんですけど、うん、なんか他にも使い方があるなとは思ったりするんです。例えば、5、6点ですねって言った時に、はあ、5点と6点の違いとか、うん、5点が6点の時に、6点になってる時って何の時なんだろうって聞くこともできるし、ちょっと細かく見ると何こう、はい、ここあるじゃない、こう、で、ここら辺で0点ですと、はい、5、6点ですって言った時に、うん、5点の時と6点の間ってのは、ここ細かく聞くこともできると思うんです。ははは、普段ならどうして5、6点まで来れたんですかって聞くんですけど、はい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 、ここをもっと細かくフォーカスして聞くこともできるなと思ってます。それやると何が起こるんですか。すごく、うん、なんていうのかな、結構ピンポイントでその場で使えるスキルみたいなのが出てきやすいなと思ってます。その場で使えるノウハウですね。今まではだからここまでどういうふうに来れたっていうのも、うんうんうん、なんかいろいろあるんですけど、なんかもうここはもうあったことにしといて、ね、ここ聞くとちょっとしたちっちゃな変化を作っていくとか、うんうん、今までの中でもこれ不思議だけどさ、上が5点で下が6点になってる。はい、5と6です。よく気づきます。もうイエーイ、1本取ってやったぜ。はい、で、そう、いやこれでもさ、はい、西田君が言うところさ、はい、変化はいつも起こってるってやつでしょ。そうですね、はい、でだから実は5点の時も6点の時もあるっていうのはすごくいい捉え方だから、うんうん、それを捕まえて、じゃあ例えばさ、なんか5点の時ってどんな時なのとか、はい、6点の時ってどんな時なのとか、うんうん、どうしてこの点数の変化が起きてるんだろうとかってやると、そうですね、なんか現状にある変化とかソリューションでいう例外みたいなのをこう使えるってことだよね。はい、逆に 2、3点ですねって言ってる人に対して細かく聞くよりかは、じゃあどうして 2、3点まで来れたんですかってこっちを幅広く聞いたりします。なるほどね。そうかそうか。だからこれも皆さんあれですよ、いつもの原則だけど、実はさ、それを聞いた時に何が起こるかっていうのが大切で、でなんか 2,3 点の違いとかって聞いてて、なんかもう気持ちが暗くなりそうなんだったら、なんかその時は3点ね、でも3点取れてる時もあるんですもんねとかって言って、どうしてこの3点までやってこれたんでしょうとか、何があるからこの3点が取れてるんでしょうってやって、ここをキープした方がいいだろうと。ところが 5,6 点とか 7,8 点とかだったら、なんかもっとここの変化とかに着目をしてみたりすると、さらになんか次に行けそうなとか、高いこれをしっかりキープしながら次に行けそうな何かが見つかってくるかもねとかっていうことですよね。そうですね。いいじゃないですか。他にはあとは、うん、瞬間最大風速だとしたらって聞いてみる、こと、瞬間最大風速でうまくいってる西田君、それ好きだよね、瞬間最大風速ね。これもだから変化は実はここで起こってんじゃなくて、こうもっと起こってんだよっていうことなんだよね。でこことここを捉えて5点とか6点とか言ってっけど、実はこういう時もあるし、実はこういう時もあるんだもんね。とかあとは、うん、一般的には10点の時はどうですかって聞いちゃうのがスタンダードかもしれないですけど、なんかこうこれ聞くとちょっとクライアントさんにプレッシャーになりそうだなって思った時は、なんかとりあえず何点ぐらいまで行ってみたいとかって聞いてみたりすることもあります。ああそうよね。そうするとなんか、ね、なんか 7、8 点ぐらいですねみたいな。そうなんだよね。なんか物によってはさ、なんか、すごいこうなんか体のことだったりとかなんとかで、うん、10点の時どんな時って言っても、なんかかつてはあったけどとかね、まあ他の人見てたら10点想像つくけど、なんかここは全然行ける気もしないし、今の年齢だったら別に行く必要もないとか、そういうこともあるもんね。うん、そうですね。でその時にはなんかとりあえず何点って言ってもいいし、うんうん、であと今の自分にとっての10点って何なんだろうってやってみるのもいいよね。うんうんうん、フレームとしてはね、はいはい、10点って何なんだろうとかって言ってみると、こうで、あそうなんだって、それが達成できたらその時の自分ってどんな気持ちになるとかって、うん、でそれが達成できたらその次の自分って、これが10点だとしたら何点ぐらいをこう目指せそうな気になってるんだろうねとかってやって、こうフレームをさらに広げていくみたいなのもまあありですよね。で結局なんかその人のそのなんていうのかな、主観の中で今どんな状態かっていうのを定義しておいてもらって、でこのリソースが見える、うん、それから何か方向性が見つけられる、でここの変化を作っていくためのなんかちっちゃなステップっていうのを作れるために使えればいいので、工夫はいろいろなんですよね。うんうんうん、
なんかここまで話してみてこんなこと気がついてるでもいいし、こんなことさらに聞いてみたいでもいいんですけど、なんかありますか？うん、なんかこの大地さんがここの上を描いてるのがすごい印象的で、なんか10点って言ったら僕もここでなんか意識が止まってる感じがするので、もっとこう幅広い波みたいなものを見とくっていうことはこれからなんか心がけていきたいなって思ったりしてました、ね。あとはだからさ、下だってさ別に恐れることなくもっと掘り下げちゃえばよくて、2,3 点なんですって言われた時に、あそうなんだって、え今までで、あ今3点あるんだね、そうだね、今まで一番ひどかった時ってとか辛かった時って0点な感じ、それともマイナスだったとかって言って、もしマイナスが出てきちゃったら、あそんな大変なことがあったのに3点まで来たんだねって、ここのリソース部分大きくなるんですよね。で、あのだから実は最初の定義では0点から10点までって言ってんだけど、なんか有効活用できそうだったら上も下も広げていくみたいなことっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。もう上下をもっとつけちゃうって感じですね。で、そうするだってそれこそさ本当はこういうさ波の中でこう上がっていけばいいっていう世界なわけだから、で、ね、何か我々の持ってる可能性とか、それから人生が大きく動いてる感じっていうのを表すためには、とりあえず最初はね、あの0点10点で始めたらいいけど、もっと細かく見るも、もっと大きな幅で見るもしてみたらいいんじゃないかなということで、なんか具体的な使い方というかね、スケーリングの考え方ですけど、参考にどうぞということです。